皆さんこんにちは、黒猫のミヤです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の理科の単元別の一問一答になります。四季の天気に関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。四季の天気。第1問、季節によって決まった向きから吹く風を何と言いますか？答えは季節風です。第2問、夏に吹く季節風の風向は何ですか？答えは南東です。第3問、気象庁では1日の最高気温が35度以上の日を何と呼んでいますか？答えは猛暑日です。第4問、気象庁では1日の最高気温が30度以上の日を何と呼んでいますか？答えは真夏日です。第5問、気象庁では1日の最高気温が25度以上の日を何と呼んでいますか？答えは夏日です。第6問、気象庁では夕方から翌朝までの最低気温が25度以上になる夜を何と呼んでいますか？答えは熱帯夜です。第7問、雲画像を撮っている日本の気象衛星の名前は何ですか？答えはひまわりです。第8問、全国に約1300箇所に設置されている自動気象観測所から送られてくる観測データを気象庁に集めて集計するシステムを何と言いますか？答えはアメダスまたは地域気象観測所システムです。第9問、熱帯の海上で発生した低気圧が発達して中心付近の最大風速が毎秒約17メートル以上になったものを何と言いますか？答えは台風です。第10問、日本上空に常に吹いている強い西風を何と言いますか？答えは偏西風です。第11問、台風が起こす現象で台風の下の海面が上昇する現象を何と言いますか？答えは高潮です。第12問、台風の中心に存在して風が弱く晴れている部分を何と言いますか？答えは台風の目です。第13問、冬に吹く季節風の風向は何ですか？答えは北西です。第14問、冬は日本の西の大陸にシベリア気団の高気圧、東の太平洋に低気圧があります。このような日本の気圧配置を何と言いますか？答えは西高東低です。第15問、気象庁では最高気温が0度未満の日を何と呼んでいますか？答えは真冬日です。第16問、気象庁では最低気温が0度未満の日を何と呼んでいますか？答えは冬日です。第17問、6月から7月にかけて起こる長い雨の原因となる帯状の雲を発生させる前線を何と言いますか？答えは梅雨前線です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。